彼氏欲しい。ねえ、彼氏欲しい。もう、どっかに落ちてないかな。別に、なんかいいかなって思う。ね。どういう彼氏がいいですか？どういう彼氏がいい？ネオちゃん？ん？あ、どういう？ジャニーズ系ですか？あ、顔面の話？はい、ガタイとか、顔面とか。どうでもいい。どうでもいい。好きになった人が。それはなんかかっこいいに越したことはないけど、私のこと好きでいてくれる人だったら。ああ、でもそれは確かに。あと清潔感と常識があれば別にいいかな。そうですね、私もそうだな、どっちかっていうと。なんか、うん、なんだろう、ジャニーズ的な顔がいいとか、とかはあんまり思わない。あ、むしろかっこいい人って怖い。あ、わかる。なんか意外とかっこいい人って性格とかになんかありそうな感じがする。うん、なんかモテた経験のある人間って怖いよね。ね、わかる。めっちゃそれはわかる。じゃあ誰でもいい、いっちゃ誰でもいいっすね。まあ清潔感がね、うん、あと常識大事、うん、価値観の合う人がいいな。そうですね、それは言えてる。でもなんか、うん、遊びで付き合うか、うん、なんか真面目に結婚とか考えるかとかにもよるかなと。遊びだったらそれこそ誰でもいいってなっちゃう。間違い、え、遊びとかあったりしたことあるんですか？遊びで付き合ったことはないけど、遊びでイチャイチャしたことはあるよね。へぇすごっ。私何もないな。嘘つけ。いや本当に何もないな。みんなガチ恋？ガチ恋だったかも。偉いね。違う、なんかね、その下手くそなんですよ私が、多分そのなんか不器用だから固まっちゃうんですよね、なんかそういう感じに。いざなるってなると。でもわかる、うん、なんか彼氏になったらなったで、うん、なんか嫌われたくないが先行しちゃうから、結果嫌われちゃうみたいな。あなんかいい子でいたいけどでも我慢できなくなって爆発してみたいな。あ、それはなんかあったかもしれない。いい子でいると浮気されるしね。それな。間違いないですよね、本当に。何人ぐらいと付き合いました？私4人です。わかんない。意外とでもそ、あ、なんか記憶力がなさすぎて、私が付き合った人覚えてないことある。おお、そういえばいたなみたいな。なんか1ヶ月で別れた人とか絶対いるでしょ。あ、でも3ヶ月で別れた人だったらいる。1ヶ月はないけど。最短2週間とかだった気がする。おお、でもさ、結構私の友達とかもいる、そういう人。うん、結構意外とスパン短いっすよね。うん。まあそんなもんですよ。恋愛事情。恋愛事情。社長の恋愛事情。悲しいな、うちのモデルさんたちは。何ですよ。モテないからね、基本。うん。なんで？うちのモデルさんモテないよね。モテない。モテないね。モテたいって言って泣いてたな、そういえば。取り込んで。報われたいって泣いてた。泣いてましたね。お酒入って。そうそう、私ね、お酒飲むとね、入っちゃうんですよ。マジか。現場終わりにさ、うん、マネージャーと飲みに行って酒飲んでベルベルで持ってたいってなる。 あるよね。でも私の友達がそれやってた。なんか部活のなんか新歓みたいな時に、うん、言ってた。なんかみんな続々と彼氏ができてるのに、なんで私はずっと彼氏がいないんだってすっごい泣いて、
隣にいた先輩がめちゃくちゃバシバシ叩く。不思議ですよね。フォロワー10万人いてモテないっていうのも ね、フォロワー10万人の人はね、もうみんなネオちゃんと付き合いたいと思ってるよ。そんなことはない。いや、半分くらい外国人で。あー、そっか。いやでもその外国人の方もね、多分付き合いたいと思ったりしてるんじゃないですか。かわいそうな子たちだ。そんなこと言わないでよ。だからもう諦めだよね。うん。まあしょうがないよ。これそもそも出会いないしね。そうですね。意外とありそうでない。彼氏ができたら行きたいとことかやりたいデートとかあります？なんかド定番なやつ。遊園地とか行ってみたい。なんか海とか水族館とか。わかる。ドライブデートとかもしてみたい。あー、ドライブデートね。いいなぁ。ね、私、あれわかりますか？漫画？映画？ホットロードってわかりますか？全然わかんない。なんだっけな、あのノーレン・レナちゃんと、なんかあのエグザイルの、あ、バイクのやつ。そう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 、それがすごく好きで、あれがなんかちょっとああいう恋愛してみたかった。あー、わかる。なんか少女漫画みたいな恋愛したいよ ね。できないって気づいた瞬間からなんか全て崩れてた。わかる。わかるわかる。あ、人生こんなもんかみたいな。あ、そんな展開ないよなみたいな ね。大丈夫ですかこれ、動画にするんですか？大丈夫ですか？します。寝をやさぐれるみたいな。困ったぜって。困ったぜってマジで本当にね、彼氏って。でも意外と、なんだろう、もういらないかなとか、一人楽しいかもとか思い始めたりすると、意外といい人が急にフラッと現れたりするみたいなの聞いたことある。そんなもんだよね。そろそろ来るかな。今一人楽しいなって思ってんだけどな。来ないかな。そういうあれかな、欲があるから来ないのかな。そうですよ。あ、逆にダメだ。下心が下心が出てますね。ダメだ。おむすびコロコロの同じパターンですね。あ、もらえ。あのじ痩せてるじいさんの方の話ですね。おにぎり入れたらあれでしょみたいな考えですね。出てくるんでしょみたいな。出てくるんでしょ。昔話と同じや。かわいそう、うちのモデルさん。もうコロナでお家出なくなったから余計ね。そうだね。すげえ。僕ら世代でもあんまそれ言わないですけど。言葉のセンスが、言葉のセンスのおばさんなんです。おばさん、いいじゃん、いいじゃん。若くないね。若くない。大人とずっといたからやさぐれたんですね。今でもね、やっぱり大人と一緒にいると安心はしますよね。なんかわがまま言っても大丈夫そうな。でもかわいそうだと思いますよ、この仕事は特に。周り同世代っていないじゃないですか。女優さんくらい、しかいない。若い人とか、その今ちゃんいくつだっけ？私22です。同い年か。ですね、同い年ですね。ちょっと敬語使っちゃったね。びっくりした。そんな若い人いるんだ。そうそうそう。知るな。
発射だよね。する、うん。発射だけの男優だけど。そうなんですよね。みんな結構男優さんって年がね。そう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 。出ますからね。意外に。そうだから同い年とか同い年ぐらいの男優さんってびっくりしました。特に2人は年上の方が多いですよね。多い。相手される方はね。はい。ね、なんでですかね。見た目かな。寝取られては寝取られては成人を裏されて凌辱されて寝取られては凌辱されいいことないぜってとりあえずたまに知女やらされて知女はでも楽しかったです私マジ楽しかったなんかあのねあのトイレの花子さんみたいな、うんつなぎみってなんか衣装着せされてトイレでおじさんがなんかトイレであのお花摘んでる時に急にフッと出てきてなんだ君はみたいな言われて私はトイレの妖精ですってそれも変なおじさんじゃん変なエマちゃんそうですっつって私が変なエマちゃんですそのおじさんをベロベロに舐め尽くすっていうもういっぱい舐めてくださいって言われたからもう頭から鼻の穴から全部もう死ぬほど舐めたやば全力で舐めた妖怪ですよね妖精じゃないよねもうなるほどでもねそれめっちゃね前メイクさんにその話したらもう涙出して笑っててそんな面白かったかなみたいなえそれ楽しいんだ楽しかったなんかてか周りの監督さんとかも結構笑ってたからもうそれを見るのがちょっと面白かったネオちゃんなんか特徴的な役とかやりました覚えてないですねネオちゃんいっぱい出てますもんやったこと覚えてないタイプでもちゃんとやるんですよ ね、はい、不思議なもんすごい本当にいやなんかスポンジ芸人だから吸収したら出てっちゃうみたいなシュッシュッあなるほどその時はベストやるんですよただもうでもさそれってでもいい性格じゃない嫌なことも覚えてないかもしれないじゃんいいことも覚えてないけどねうん悲しいまあ、そういう人の方が向いそういう人も向いてるって感じですよね。うん。あの一つ一つリセットかけられるというか。確かに、もうね次から次へとね意外といろんな役が受けますもんね。これやってみたいとかあります？出張部屋、相部屋。あ、人気シリーズですね。NTR。うん、大変だよ。山梨まで行くの朝から。確かに。じゃあなんかね私憧れるんですよだって私もだって基本制服とか制服じゃなくてもなんかちょっとこれ子供が着るような服じゃないみたいな服しか、まあ、全然可愛いからいいんですけどなんか着ないからああいうスーツとかすごく憧れるんですよねおちゃんはないですよやり尽くしましたいやでもなんだろうなんかナースとかなんだろうそういうザっぽいのは逆にやってないかもあなんかその辺にいそうな人妻だったり学生だったりみたいなのはあるけど、なるほどなんかコスプレ的なことはあんまりしないですねそうなんかそうですよ私なんか逆にコスプレやったことあったかなあったかコスプレって結構後の方にある方の方が多いですよねあ、そうなんですか、うん、ちょっとしばらくしてって感じですね一つネタとしてやる感じなイメージはありますね AV を見たことがないからあかんどういう作品があるのかが分かんないでもさそれで出てるってすごくないそうですね、うん、そう思うとね、うん、こんな感じかなみたいな感じであでもみおちゃんお芝居の経験とかもちょっとね、そうだよね、かじったくらいすごいでもそれって絶対生きるからいいよねなんか他人になりきるのが割とできる方だからなんかなんか日常系が多いのかなと思う
普通のさ役って意外と普通にこなすのって難しいからさ、うん、それできるってマジでほんとすごいと思う。貴重だよね。だって絶対大げさになっちゃうじゃんね、演技って。そうですね。だから入ってきて抜けない子とかもいますよ、ずっと。あ、まだちょっと警察官を車の中で引きずってる人とか、逮捕しちゃうぞって。入っちゃう子、抜けない子とか。その点私スポンジだから、JK の次の日に人妻とかやってました。すごい。幅ね。幅広すぎる。カメレオン女優じゃないですか。よく言えばね。よく言えば。よく言えば。